ナイジェル・マッギーネス。ナイジェル・マッギーネスのリングネームで知られるスティーブン・ハワース、1976年1月23日対は、イギリス出身のプロレス解説者、プロレスラー。TNAでは、デズモンド・ウルフのリングネームで活動していた。ナイジェル・マッギーネス名義では、アメリカのNOAHや日本のプロレスリングNOAHに参戦していたことがある。金髪のハリネズミのようなスパイキーヘアがトレードマークであったが、デズモンド・ウルフのリングネームに改称するとともに、髪型も変えた。12歳の頃から熱心なプロレスファンで、特にハートファウンデーションとブリティッシュブルドッグスのファンであったほか、サマースラム1992を観戦した際には、アルティメットウォリアーフェイスペイントをするほどだった。レス大学に通った後、アメリカのケントステート大学に通うため1990年代にアメリカに移住し、1997年に科学の学位を取得して卒業した。1998年9月、オハイオ州シンシナティにある当時、WWE 傘下の派は、ハートランドレスリングアソシエーションという団体の創設者です。サッチャーの下で借金をしながらレスリングを学んだ。その後1999年9月にデビューし、その年を中西部で過ごした。しかし、インディ団体のギャラで暮らしていくのは難しく、アメリカでプロレスに専念するために必要な金を貯めるため、一旦イギリスに戻り2つの仕事をこなした。そして金が貯まった後にアメリカに戻り、ハワを中心に、アメリカのインディ団体に参戦しけた。2003年8月9日、NOAHに初参戦、チェット・ジャブロスキと試合を行った。その後2004年にかけて、NOAHに参戦し続けていたが、なかなか成果を上げることができなかった。2004年には、プロレスリングアイアンに参戦。同団体の興行で、NOAH所属の GHC タッグ王座、当時の王者は、三沢光晴。小川義成組にバート・ブラクストンと組んで挑戦した。その後、再びNOAHに参戦。2005年3月、コルト・カバナとタッグを組んで、NOAHタッグ王座に初挑戦したが、王者ダン・マフと BJ・ホイットマーの前に敗れてしまう。それをきっかけに、マッギネスとカバナは、抗争を始め、マッギネスがカバーナを破って、NOAHピュア王座の挑戦権を得ると、2005年6月12日、王者サモア・ジョーに挑戦したが敗北する。しかし8月27日に、再び王座に挑戦し、NOAHピュア王座を奪取した。同年10月14日に行われた、ノンタイトル戦において、マッギネスがベースとしている、ヨーロピアンレスリングスタイルに関して、知識を持っていたクラウディオ・カスタニョーリにホールを奪われしまい、抗争を開始する。この抗争は一連のピュア王座戦へと至り、ベルトを失うのを避けるため悪辣な戦法を多用して、防衛し続けるも、2006年3月25日、王者である間に限って、クラウディオの最後の挑戦となる試合で、クラウディオを破って、防衛に成功する。なお、2005年11月には、NOAHに初来日を果たしている。以後、定期的に参戦を続ける。同じイギリス出身のダグ・ウィリアムスとタッグを組むことが多かった。2006年5月に行われたイギリスのプロレス団体 HPW、ワンプロレットリングのNOAHエネミー大会では、ダグ・ウィリアムスと組んで、当時の GHC タッグ王者の森島武史、モハメド・ヨネ組に挑戦。HPW の試合ルールで行われたため、30分一本勝負となり、30分の時間切れ引き分けで王座獲得に至らなかった。同年後半にはNOAHにおいて空位となった同タッグ王座の決定トーナメントにウィリアムスと組んで参加。1回戦で田上彰、SUWA組と対戦するも敗北した。2006年頃、NOAHは CZW との団体抗争を行っていたが、マッギネスは全く関与せず、代わりに防衛戦を乗り切るための新たな作戦として、相手が場外に出た際に、しばしば不公正な手段によって、リグに戻るのを妨害し、カウントアウトによって、試合に勝利するという手法を作り出し、ダーティー、チャンプとしての地位を確立する。また、ロー王者であったブライアン・ダニエルソンの挑戦を受け入れ、4月29日に、ピュア王座ルールの下で、ロー世界王座及び、ピュア王座をかけた、ダブルタイトルマッチを実施する。マッギネスは、またカウントアウトで勝利したが、世界王座の規定によりタイトルは手に入らなかった。しかしこの勝利は7月29日の興行において、通常ルールの下でのロー世界王座戦を要求するのに十分なものだった。ロー世界王座戦ではダニエルソンをかなり追い詰めたものの敗北。さらに8月12日、リバプールにてダニエルソンを相手に再びダブルタイトルマッチを行ったがここでもきたしてしまい、ついにピュア王座から陥落し、両王座が統一されてしまう。なお、約2年半にわたって運用されてきたピュア王座の歴史の中で最も在位期間が長い王者であった。同年9月には、ローマンハッタン興行にて、NOAHの当時の GHC ヘビー級王者、丸藤聖堂に挑戦、敗北した。その後、ロー世界王者がダニエルソンからホミサイドへ、そして森島武へと変わると、軽量級の選手が多いローのレスラーの中で数少ない大型レスラーだった、マッギネスに、王座奪還の期待が寄せれるようになり何度も挑戦権を得た。何度も敗れた末、2007年10月6日に開催されたアンディナイアブルにおいてついにマッギネスは森島武を破りついにロー世界王座を戴冠した。戴冠後は怪我等に苦しみ短期政権に終わるかと思われた時期もあったが、やがて王者としてのプロレススタイルを確立して、オースティン・エリーズやブライアン・ダニエルソン、タイラー・ブラック、クラウディオ・カスタニョーリ等と好勝負を繰り広げ、かつて歴代最高王者と評されたダニエルソンと肩を並べるほどの大活躍を見せた。NOAHの森島武、健太、塩崎剛らとも防衛戦を行い、また、日本においてもNOAHの興行で防衛戦を行っている。2009年3月2日、タッグマッチで腕を負傷してしまい、手術が必要な重傷であったにもかかわらず、彼は次の日に行われたザ・セブンスアニバーサリーショーでも試合を行った。さらに4月3日に行われたサプルカード・オブ・オナー4にも無理をして参戦したが、挑戦者のジェリーリンに敗れ、ついにロー世界王座を失ってしまい、これをきっかけとして長期欠場。2009年9月にローを離脱し、WWE と契約。しかし、WWE に参加せずに契約を解除し、TNAと契約する。同年10月にデズモンド・ウルフに快勝して参戦を果たした。いきなり、カート・アングルと抗争するなど、好待遇で迎えられたものの、肝炎を患い長期欠場となり、復帰のめどの立たないまま2011年6月にTNAを解雇された。2011年8月、ローのTV 番組に解説者として復帰。肝炎により、レスラーとしての復帰はほぼ絶望的であり、同年10月に引退を表明した。引退後は、WWE に解説者として登場。メインイベント、205ライブ、NXT で解説を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。